どうもランチャンネルです今回なんですけどもちょっと Twitter の方にリクエストがありまして超初心者向けの動画を作ってほしいとこう行うをやり出したけど何やったらええんかわからんというようなね、えー、内容のリクエストだったので、えー、今回はそちらの方に答えさせていただこうかなと思ってますでわ、えー、からない部分というのが武器の選び方とかあと基本操作ですねとかがちょっとわからんということなんで、まあ、そちらの方に まあ僕が回答していこうかなと思ってるんですけども、ちょっと最初にね、えー、ご理解いただきたいのが僕自身が相当下手くそだということを、まあちょっと頭に置いてもらった上で聞いてもらえたらなと思います。僕のライブとか見ていただいてる方やったらわかると思うんですけど、ほんまに下手なんですよ。下手なんですけど、 まあ、もう4回ずぐらいやってるんかなということで、だいぶ知識の方がね、溜まってきたので、そちらの方を活かしてですね、今から、えー、説明していきたいかなと思うんですけど、まずは武器ですね。武器の種類なんですけども、とりあえず、えー、今、こう左端にこんな感じで、えー、5行って言うと大変ですかね、5種類ありますよね。これが武器の種類です。で、一番上がアサルトライフルと言われてるものです。 で、えー、その下がこれ、ショットガンと言われているものですね。で、短期間銃、で、えー、狙撃銃、で、あとはなんかサブウェポンと呼ばれているものなんですけども、各々に特性がありまして、ざっくり説明しますと、この一番上のアサルトライフルっていうのは、えー、中長距離、えー、まあ、近距離もいけるか、近距離から長距離までいける、まあ、オールマイティな武器ということになってます。で、えー、ショットガン、こちらの方はですね、もう近距離特化の武器となっております。 中長距離では全く役に立たないんですがその分、まあ、近距離ではダメージが大きいということになっておりますでこちら短期間銃これは、えー、短中距離向けやっぱりもう短距離かな短距離特化で、えー、じゃあショットガンと何が違うのっていうところなんですけどもショットガンは1発ずつしか撃てないんですけどもダメージがでかいと一撃必殺的な武器なんですけどもこちらの短期間銃に関してはダメージが小さい、まあ、弾を まあ、たくさん連射して倒すということになってますね。まあ、どちらが使いやすいかといえば、まあ、初心者の方やったらこちらの短期間銃の方が使いやすいんじゃないかなと思います。で、えー、こちら、えー、狙撃銃は遠距離特化ですね。むちゃくちゃ遠い敵。 いいまあ、スコープを使って当てていくとで。攻撃力もめっちゃ高いんですけど、連射はできないということですね。いえー、これも、まあ、特化型と、一撃必殺特化とっていう武器になっているので、初心者の方には、まあ、使いにくいんじゃないかなと思います。でまあ、サブウェポンは、まあ、最初のうちは覚える必要ないんじゃないかなと思います。特にこのクロス棒とか、こういったハンドガンというのは、ほぼ使うことはないという感じですね。ただ、こういう手榴弾とか、えー、ガス弾。 ここら辺の武器は結構使うことが多いんですけどまあ最初のうちに使いこなすのは厳しいと思いますのでそれはまあゲームに慣れてきてからどんどん使っていってくださいぐらいにしておきたいかなと思いますで、えー、次アサルトライフルの中での種類っていうのがこれ今下でこうやってスライドさせてるんですけどこれだけあります結構ありますよねこんな感じなんですけどもこれの、まあ、説明をしていきたいかなと思うんですけども 見てもらいたいのが、この M4A1 と、で、アサルトライフルということに書いてると思うんですけど、その下に、ダメージ、連射、速度、射程、距離、段数、反動とありますよね。これが、各々で違うんですよね、こんな感じで。なんで、えー、使いやすい、使いにくいっていうのは必ずあります。で、どれが使いやすいのかと言われれば、これはまあ、もう、プレイヤーの好みと言わざるを得ないので、 使っていきながら覚えていただきたいかなと思うんですけどもとりあえず一番下の反動ですね反動今 M4 だったら9とありますけどもこの反動がでかい武器っていうのはあまり初心者向けではないということぐらいは覚えとっていただいてもええんちゃうかなと思いますねやっぱり反動9および10ぐらいがん使いやすいんちゃうかなという感じですねでこれ全部の武器の特性を説明していってたら もう時間がいくらあっても足りないので、まあ簡単に説明していきたいんですけど、まあ僕がおすすめのアサルトライフルはですね、この M4 なんかだと反動が小さい上にボットが持っていることが多いので拾う機会が多いんですよね。なんでこちらの M4 を練習して使うのを練習していけば結構割とすぐ戦力になるんじゃないかなと思います。で、あと95式ですね、これ95式と呼ばれてるやつなんですけど、 これはもうほとんどのプレイヤーが、えー、強いと、まああのー、断言するぐらいおすすめの武器になってます。サンドはこちらの M4 に比べたら1大きいんですけどダメージが41と43で2違うんですよね。たった2やんけと思うんですけどもこの2が結構でかいんですよね。で、弾、えー、数というのが30という感じになってるんですけどこれは30発。 打ってしまったらリロードが必要になるということでこの段数っていうのは多ければ多いほどいいんですよね。で、なぜこの久保式がおすすめなのかというと、このダメージが43というのと、この部品でですね、ここ、えー、95式小銃拡張マガジンというのがあるんですけど、これはもう完全に久保式にしかつけれないマガジンになってるんですよね。これを拾うと、今、 左の段数が緑色に文字が変わって50となってると思うんですけど50発も一気に撃てるんですよね50発使い切らない限りはリロード不要ということになってるのでこれが他のアサルトライフルにはないんですよねまあここの、えー、大容量クイックドローマガジンとかこういうのは他の武器でもつけれるんですけどまあ10しか増えないんですよね なんで、まあ、この久保式が、さらに攻撃力もアサルトライフルの中だったら高い方だということで、こう、パーッと見ていっても久保式より高いのは、多分、そうですね、この AK だけだと思います。この AK は48ということで、ダメージに関してはぶっちぎりなんですけど、反動がね、めちゃめちゃでかいんで、 ちょっと初心者向けではないかなという気はするんですけどただこの AK も使いこなすとまあ攻撃力が高いんでね単純にまあ強いということになってます反動がまあめちゃめちゃでかいんで多分使ってみたらわかると思うんですけどもまあ,あのやりにくいですただ強いということとボットがよく持っているというのもあって拾う機会が多いんですよねなんでまあちょっとあのこちらの方を練習してみるのもいいかなと思いますあ とはそうですねこの M27 ですね。これは非常に使いやすいですね。反動が9と、これは M4 と一緒なんですけども、この部品アタッチメントと言われているものが非常にたくさん付けれるんですよね。例えばこんな感じで、こ,こんな感じかな。つけると。 はいマックスでこれかな反動が5.8まで下がるんですよねこれは圧倒的に低いです、えー、なんでアタッチメントと呼ばれるものを拾いながら、まあ、ゲームを進めていくんですけどもこの M27 に付けられるものをたくさん拾った上で戦うことができれば非常に強い武器の出来上がりなんですよねさらにこういったグレネードランチャーというのも付けられますこれは、えー、手り弾とかガス弾 ああいうもね、銃で撃つことができると、本来投げるものはなんですけども、銃で撃つことができるとなっていう、まあ、特性がありまして、これは M16 とこの M27、この2つの武器にしかグレネードランチャーはつけれないということで、ただこの M16 になると反動がでかかったりあの、つけれるアタッチメントが少なかったりということになってるんで、こちらの M27 の方が、まあ、僕はおすすめかなという感じがしております。 なので、おさらいすると、まあ、アサルトライフルの中やったら、この M4、で、九五式、で、M27、この3つぐらいがおすすめですね、初心者には。で、えー、ちょっとがっつり練習して強い武器使いたいなとなったら、この AK-47 というのを使ってくださいという感じですね。ちなみに、アサルトライフルの弾の種類なんですけど、2種類ありまして、 この M4 とか、久保式とか、この M27 っていうのは、えー、5.56ミリ弾って言いまして、だいたい黄色のオレンジって言ったらいいかなの弾ですね。の箱ですね。弾の箱の色のを、まあ、使うことになるんですけど、この AK は7ミリ、7.76だったかなの弾を使うと、あとこの81とかもそうなんですけど、なんでちょっと使う弾が違うというのだけ、えー、覚えておいてください。 いざ使おうとなって弾がないとか言ってなったらね、えー、非常に <laughs> 困ることになりますので、でちなみにこの 7mm の弾は赤色の箱に入っております。大体まあ、この AK とかが落ちてたらその横に弾も落ちてるんでね、これはすぐ把握できるんじゃないかなと思います。はい、次ショットガンなんですけど、これはもう覚える必要ないと思います。初心者のうちは使う必要ないかなという感じですね。まあ ショットガンしかないみたいなね、辛い状況もたまにはあるんですけど、まあ、そういう状況に陥ったら、まあ、逃げるとか、まあ、ショットガンで戦うのを頑張るという感じなんですけど、なんせね、連射が一発しかできないんで、もう、一発外したらすぐリロードっていう風になるんでね、非常に使いにくいですね。まあ、えっと、リロードがいらんのもあるんですけど、なんせ連射はできないと。こっちのアサルトライフルだったら、ボタンを押しっぱなしでダーッと連射してくれるんでね。 ただダメージのところ見てもらったら分かると思うんですけど圧倒的に高いですこれなんかだと275万ありますからねこのダメージは魅力ですねなんでエイムに自信がある方はこのショットガンも使ってみてもいいんじゃないかなと思いますただまあ,あの近距離でしか効力を発揮しないということですねで次短期間銃なんですけどこれはねまあアサルトライフルもいいんですけど近距離で強くなりたいと思ったら とりあえずこの短期間字を使いこなすことをまず一番に考えるといいんじゃないでしょうか。なぜ近距離とかです。反動もね、小さいですし、ダメージ量もこのアサルトライフルに比べて低いんですけど、その分連射速度がね、まあそこそこ早いっていうこともありますね。はい、あんまりこのアサルトライフルと連射速度もそんなには変わらんかなという感じはするんですけどね。で、段数も多いのが結構。 ありますよねこれ P90 とかやったら50発も入ってますからね、まあ、その分ダメージは低いんですけどねで、えー、この中でおすすめの、まあ、短期間銃と言ったらうーんそうですね今見ていただいている05式ですねこれはなぜかと言いますと他のこの短期間銃に比べて、えー、射程距離が非常に長いんですよねなんでちょっとアサルトライフルチックなところがあるということで、えー、おすすめさせていただいてますね まあどっちこのアサルトライフルとどっちの役目も果たしてくれそうだというところですね。であとは MP5 かな、これはまあダメージが短期間銃の中だったらでかいということですね。まあ、えー、そうですね反動も05に比べたら低いですし、はいまあこの UG とかになったら反動2とかやってめちゃめちゃ低いんですけどね。ただ、まあこのそうですね短期間銃に関してはどれに。 を取ってもこのアサルトライフルに比べたら反動は小さいのでまあ近距離では使いやすい上に、まに、あ、使っていると近距離がうまくなるというような武器になってますのでぜひ、えー、活用してみてくださいこの2つぐらいは僕は結構愛用してますねで狙撃銃なんですけどこれも初心者のうちは使わんでええかなと思うんですけどねスコープが絶対いりますしねで一、えー、発ずつしか撃てないのがほとんどなのでかなり難しいです ただ、ダメージ見てもらったら、もうこの倍ですよね。アサルトライフルの倍あります。で、特にこの M24 とかカーとか、とこの CS でゴールデンクマン、この4つぐらいかな。あとはこれか、1891式とかになったら、相手のヘルメットがレベル2までだったら、頭、ヘッドショット、頭をめがけて撃つと、一発で大体倒せるんですよね。なまあ、なんで、ここら辺は魅力ですね。逆にこの、 SVD、SV バル、88式、葉っぱと呼ばれているものですね。これなんかは非常に、まあ、攻撃力が低い狙撃銃になっているので、こんなん持ってるくらいだったらアサルトライフルの方がマシかなという気がするので、僕は見っけても拾わないことがほとんどです。で、この AWM、これが最強の狙撃銃になっているんですけども、これは落ちてないんですよ。補給物資と呼ばれる赤い箱の中にしか入ってない武器になっているんですけども、性能は圧倒的です。 なんで、まああのヘ、ヘッドショット決めたら、レベル3のヘルメットをかぶってたとしても、多分一発で倒せるのかななんでめちゃめちゃ強いんですけども、まあ、使う機会はあんまりないかなという武器になってますね。ちなみに、えー、スコープの種類なんですけど、えー、2倍、4倍、えー、8倍とありますけども、15倍スコープいうのがつけれる、こ,これですね。あ、ここ、乗ってないんか。 えーっと15倍スコープというのまでありますのでこの15倍とかになったら相当遠くまで狙えるのは狙えるんですけどただ撃ってから着弾するまでにちょっとタイムラグがあるので <laughs> そこら辺ですね難しいと言われるゆえんはその辺なんで これはまあ、慣れてきたゲームに慣れてきたらちょっと取り入れてもいいんちゃうかなという感じがしますね。ただ、本当に一撃必殺なところは魅力で、しかも近距離でなくてもいいというところがあるので、まあ、使えるのなら使った方がいいんじゃないかなというふうに考えてます。ただ、猛者と呼ばれている人たちはもう使ってない人も結構いるかなという感じの武器になっております。 はい武器の説明はこのぐらいですかね。で、まあ、ちょっと武器でわからんことがあったら、また質問いただけたら、僕の答えれる範囲で答えたいかなと思います。で、次、そうしら基本操作行きたいんですけど、この射撃場を利用してやってみようかなと思います。で、これが終わったら、最後に、えー、一回プレイしてみて、こんな感じで進めていったらいいですよというのを説明して、えー、今回の動画は終わりたいかなと思います。だいぶ長くなってますけどもね、お付き合いいただけたらなと思います。 そうですねじゃあ、アサルトライフル拾っていきましょうか、えー、おすすめと言った M27 とかクゴ、くごがあった、くごあるな、くご式と、で、えー、アタッチメントなんですけど、そうですね、ドットサイト、ドットサイト、まあ、なくてもいいか、じゃあ、これでやっていきましょう、で、えー、基本的には、この銃弾マーク、左上に2つありますよね。 これはまあ僕がこの位置にしてるわけなんですけど、ここを押すとこんな感じで弾が出るんですけどね。あら、た弾持ってないわ。弾も拾うとかないかんだ。すいません。うーん。で、えーと、あと、この、このマークの右にあるこれ。これはあのサイトを除くことができます。今はこのドットサイトを拾ってないので、アイアンサイトというものになってるんですけど、 この赤点のところに敵が来た時に、えー、当てると、こんな感じでやれます。なんで、まあただ、こうやってドットサイトを使わんと、こうやって打つことを、こうやってね、これを腰打ちと言います。腰打ちっていうのは、まあ当たるも、こんな感じで当たるも当たるんですけど、結構、弾がばらけるんですよね。で、えー、サイトを覗いたら若干ですけども、えー、距離も、 近くなるまあスコープの代わり2倍スコープほどもは近くはならないんですけどもね、えー、スコープの代わりにもなるのでまあ慣れないうちはね腰打ちで、まあ、ターゲットを打てばいいんですけどこんな感じでね腰打ちでやってもいいと思うんですけど慣れてきたらもうドットサイトとかアイアンサイトをこうやって除いて敵を打った方が精度は高くなると思います あ、これプレイヤーやったわ。みんなが殺してしまうんで、なかなか敵がいないですね。まあ、じゃあ的狙いましょうかこう。こういう感じで。で、さっき反動の話をしましたけど、反動がでかいっていうのはどういうことかと言いますと、例えばここで押しっぱなしにするとしますよね。上に上がってきてますよね。ぐねぐねぐねっとしながら。これが反動なんですよ。 で、えっ、ー、と、こうやってずれていく方向っていうのは武器によって違うんですよね。なんで、その、言うたら反動をコントロールするのをリコイルコントロールっていうんですけど、この反動がでかい武器になると、このリココンが非常に難しいということになってくるので、まあ、使いにくいっていうことになるんですよね。で、こんぐらい近かったらもう、あの、サイト覗かんでも十分当たると思うんですけど、中距離ですね。中距離で戦うときっていうのは、なるべくサイトを覗いて撃つようにしましょう。ぐらいかな。 で、えっ、ー、と、あとは設定なんですけど、えっ、ー、と、ここの、右上のこの、何歯車マークって言うたらいいかなこれをタップすると、こんな感じで設定画面になります。で、操作設定というのを押すと、こういう画面になります。で、戦闘画面のカスタマイズというのが右にあると思うんですけど、これをタップすると、こういう画面になります。この画面になったら、この、言うたら、動かすことができるんですよね。例えば、そうですね。うーんと、 これ、この、えー、リロードのボタンなんかをこういう感じでずらすことができるんで、自分の好みの場所に移動させてください。で、えー、サイズも変えれます。こんな感じで。大きさを変えることができて、で、さらに、えー、透明度というのも変えられます。こういう感じですね。左端になったら全く見えなくなるんですけども、こんな感じで、まあ自分の好みの設定を見つけてやるのがいいんじゃないかなと思います。僕は今、 この設定で練習してるんですけど結構まめ、あ、に変える人はまめに変えるみたいなんでただ変えたばっかりっていうのはうまく操作できなくて全然活躍できないんですけどでちなみに、えー、指の数は僕は4本の指でやってますこうやって左手の親指でこうやって動いてで右手の親指でこんな感じで、えー、エイムを合わせるという感じでやってますで、えー、左手の人差し指でこんな感じでここの銃弾マークを打ってます で、えー、右手の人差し指でこうスコープを構えて、こうやって打つという感じですね。で、やってるので、最初はね、えー、2本指からやる、みんなやると思うんですけど、慣れてきたら3本指、4本指という感じでやっていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、えー、偉そうに言うてますけど、最初にも言いましたが、かなり僕は下手くそなんで、その辺だけ、えー、ご理解いただけたらなと思います。で、ジャンプ打ちとか伏せ打ちとか、そういった、まあ、テクニックはですね、 僕の動画を見るよりも他に配信している人の動画を見た方が確実にうま、えー、くなれると思いますのでまあそちらの方をご覧になっていただけたらなと思いますえそしたら最後にこう戦っていき方みたいなのを説明していきましょうえそしたらシングルにして はい待機場に来ましたここに来ると、まず右上の地図をタップして、えここの黄色の点線がありますよね。これがあのヘリの航路になってます。で、この航路から、1000、まあ、1, そうですね、500、500は無理か、1200、300ぐらいの距離の、えー、 施設にまで、は1までは降りれるということになるので、例えばこんなところとかは降りれないわけなんですよね。ただ、こことかになったらもう航路の真下になってるんで、確実に降りれるということになってます。で、えー、自分の、まあ、好みのところに降りていったらいいと思うんですけど、この都心とかサッカー場、えー、と、あと、こことかドーナツと呼ばれてる部分なんですけど、こういうところは人気ですね。あと、浜辺の、川辺の集落とかね、こういうところは人気なんで、ここに降りると、 他のプレイヤーに遭遇する可能性があります。なんで、打ち合いをしたいという人やったら、こういうところに降れたらいいんですけど、初心者のうちはこういうところに降りても、まあ、即死してしまうので、できたら、まあ、敵がいなさそうな施設をめがけて降りるのがいいんじゃないかなと思います。で、降りるときは必ずこうやってピンを刺すことをお勧めします。 ピンはもうタップするだけでこんな感じで切り替えれるんですけど、このピンを刺しておくことによって、目標に向かっていきやすいんですよね。こんな感じで、えー、ピンが上の座標に出てるんで、この青ピン、目がけて飛んでいくわけなんですけど、そうですね、1200切ったぐらいで出て、で、えー、こういう感じで上に向けて、で上の、まあ、進むマークって言ったらいいんですかね、これもタップしてという感じですね。今、オレンジに光ってますよね。 これを押してないと全然進みませんので、えー、注意してください。例えば切ると、はい、こんな感じで全く進んでいく距離なんですよね。これを入れるとガンガン進んでいくという感じになってます。まあ、あの、地面でいうところのダッシュボタンみたいなもんだと思っておいてください。で、えー、敵はいるのかなまあ、いたらちょっと説明の仕様がなくなってしまうのであれなんですけど、 で、降りてからは武器、あおるわ、最悪。おるんで、うん、あっと、わぁ、2人おるなんやこれ武器何も持ってないので、とりあえず逃げてます。ああ、死ぬ死ぬこれ。追っかけてきてますね、後ろから足跡マークが出てます。 僕は武器ないと踏んでるんでしょうねずーっと追いかけてきてますね困りましたねこれ車もうわずっと追っかけてきてるなもうゆっくり説明したいのにどっか行ってくれんかなもう最悪カットやな ちょっと消えてきたかお諦めたかな姿が見えないですねあーやっと諦めてくれたか <laughs> そうしたらちょっと違う施設で武器を拾って進めていきたいんですけどこういった草原とか丘とかを走っていると武器が落ちていることがまずな武器じゃないわ 車が落ちてないので、だいたい車ってね、こういう道路沿いに湧いて出てるんですよ。なんで、あのー、車に乗りたいなと思ったら、道路脇を走っていってください。車がないと、今この白枠が、えー、安全地帯、まあアンチと呼ばれてるものなんですけども、ここに入っていないと毒ガスで死ぬっていうルールがありますので、まあ、戦わずして死んじゃうんですよね、アンチに入ってないと。 で、アンチに入るためには、やっぱり車がないと、結構、その、アンチっていうのはランダムで決まるので、遠くて苦労する場合があるので、まあ、できたらね、車っていうのはどこにあるかというのは把握しておきたいところだなと思いますね。で、こんな感じで、えー、拾い持って、あら、まだおるか。右上に足跡マークが出てますよね。これは敵がいるということになってます。赤色のマークですね。わかりますか ちょっと薄いですけど多分近く寄ると濃くなっていくと思いますあ撃打たれた打たれたら今のように銃声マークが出ますんでねああ負けちまったクソハッとツワもうあんなもう一回やりましょうかもうカットでいきますけどねで今角度をね上に向けて飛んでるんですけど 残りが150ぐらいになったら下向きにこんな感じして、えー、調整してくださいさあもうおらんやろななんか狙撃銃の音がしましたねバーン言いましたけど 近くにはいないかな小獣補正機か一応、開っとこうか。こんな感じで、まあ、アタッチメントと、もう、パンパン言うてるわ。おるな。どうも敵の近くに降りちゃうことが多いですね。まあ、こればっかりはね、一緒に戦う人の考えてることがわからない限りは、まあ、無理ですよね。 運もありますどうしてもね。で、今、拾ってるこのスポーツドリンクとか、その、包帯、あとこういう、ドリンク <laughs>、飲んでしもったな。こういうやつですね。これは回復アイテムですね。で、えー、と応急処置キットは、かなり体力の回復が見込めます。これは、包帯はあまり回復しません。で、スポーツドリンクは、じわじわと。 回復してていいくアイテムととうことになっていますもう一つ医療キットっていうのがあるんですけどそれは体力全回復しますがなかなか落ちてないですでこういうところに車落ちてますよねこれは必ずこの位置に落ちてるんですよ確定で、えー、乗り物が湧いてるということで角脇と呼ばれてますねゴルクマかなよし 一応、まあ漁る時も敵がいるかいないかというのは確認しながらね、あ、えー、っていくといいと思います。もうこれで死んでももうやめるぞ。説明することは大体説明したぞ。 M27 かなよっしゃ。これでもう武器は決まりましたね。狙撃銃がゴールデンクマ。で、武器がおそらく M27 で決まるでしょう。まあ、久保式なんか落ちてたら買えるかなーぐらいのもんですかね。ま久、あ、保式より M27 の方がいいという人もいますので、まあ、そこら辺は好みですね。もうやっていくうちに、まあ自分の好みを見つけるしかないかなという感じですね。 4スコですね。これでゴールデンクマが使えるようになりましたね。あ、もうついてるな。でもこんなんはもういらないんで捨てましょう。今のは短期間重要の弾です、えー。9ミリと呼ばれる弾になってます。お、8スコもあった。 こういうリュックとか、えー、ヘルメットあと防弾チョッキっていうのはレベル1からレベル3までありますで当然、えー、レベル3の方が例えばリュックで言うたら持てる物資の量が増えますし、えー、ヘルメットはヘッドショットを回避するための武器あ失礼、えー、防具となってますレベル3の方が耐久値高いです防弾チョッキは、えー、体を守るための防具になってますこれもレベル3の方が耐久値が高いので えー、全てレベル3が揃うまではこんな感じでひたすら漁り続けるとで漁っている間に敵が出てきたら倒すと倒せるもんなら倒すという感じですねでこうやって地図見てアンチも気にしつつ アンチが自分がアンチの中に入れないような状況になりそうだなと思ったら移動するという感じですね。これがないとゲームが終わりませんのでね。あ、ここ式が変えるか。かなりいい感じで進んでる感じがしますね。あとはヘルメットと防弾チョッキぐらいが。 レベル3が見っ切れたらもう言うことなしという感じですねまあこの立ち回り的なに関してはもう完全に僕はど下手くそなんであまり参考にはならないかもしれないですけどね結局的には満足ですねこれ <laughs> どうなるんや今回 <laughs> あと3人ですね <laughs> こんなこともあるんやなおお、銃声がしてるなお近いぞ、後ろやいや、前か。 もうおるぞあと2人ですからねどこだ こうなったら必ずと言っていいほど近接戦闘になるので怖いですよねあっ銃声出たなそっちかあ,あ ってきてきるんやろあんなとこか川の向こうにいましたねあ死んだこっち川から売ってたな あっ出た、あ出た。足跡出た。この辺やな。怖っ。どこにいるんやグラが飛んできてますね。 トルクマ持ってたー <laughs> 最悪久 <laughs> 保式に持ち帰ってたらこれ今もしかしたら勝ててたかもしれませんね <laughs> こういうミスをしないようにしてください <laughs> 惜しかったですねえー、そうしたらあの今回の動画が面白かったとか役に立ったと思っていただける方はですね <laughs> グッドボタンとチャンネル登録あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします以上ですありがとうございました